にちは。政治家女子48党基礎市政対策委員佐野博子です。本日無事立候補届が受理されて、早速選挙運動を開始いたしました。そしてポスター貼りのアルバイトの方も18名全員来てくださって、早速544区画に貼り出しに行ってくださっております。ありがとうございます。早速街を歩いていましたら、私のポスターが貼られておりました。貼ってくださった方、本当にありがたいです。ありがとうございます。今回藤沢市では55人立候補しており、そのうちの36人が合格すると、そういうことになっております。なんとか私も合格ラインに上りたいところです。そのためにも皆様の応援が必要なので、ぜひ政治家女子48と佐野博子に清き一票よろしくお願いいたします。もうあっちこっちに私のポスターが貼られていて、とっても嬉しいです。今日は藤沢駅北口も南口も両方対陣営の人がたむろしていて、なかなか街頭演説とかできるスペースがないです。なんでちょっとうろうろしてますけども、いやー、なんかお祭り騒ぎみたいで楽しいですね、とっても。あと1週間思い切り楽しみたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。